パン調理パンサンドイッチハンバーガーテリヤキバーガーテリヤキバーガーは主にテリヤキソースで味付けしたハンバーガーパテを用いた日本生まれのハンバーガーの一種である1973年にモスバーガーで誕生し日本にあるファーストフードチェーンにおいてはごく一般的なメニューである他日本国外でもサムライバーガーなどの名で販売されており2007年5月23日より 英国大手ハンバーガーチェーンであるカール・エス・ジュニアでもテリヤキバーガーズとして販売されている。元祖モスバーガーは1989年にアメリカに進出したが2005年に撤退している。ここではハンバーグではなく鶏の一枚肉を用いたものやテリヤキ肉のサンドイッチについても記述する。日本マクドナルドのメガテリヤキバーガーキングの テリヤキワッパータレがパンに染み込みすぎないように、また味がくどくならないようにレタスを多めに使うなどの工夫がなされている。モスバーガー創業者の桜田里氏がアメリカでテリヤキ風ハンバーグを食べたことがヒントになったという。モスバーガーがチェーンを拡大する上での大きな足がかりとなった大ヒット商品であり、その後日本マクドナルドをはじめとする外資系を含めた他チェーンも追随。 日本のファーストフードチェーンではどこでも見られる商品となった。また、日本国外でも、香港やマカオのマクドナルドでは、将軍バーガーの名で1989年から期間限定で販売され、2007年からは通常メニューとして販売されている。シンガポールやタイのマクドナルドでは、サムライバーガーの名で販売されている。米国大手ハンバーガーチェーンであるカール・ s ジュニア、 でも、テリヤキバーガーとして販売されている。モスバーガーでは、レタスの上に、マヨネーズが添えられている。また、日本マクドナルドの、テリヤキマックバーガーは2種類のソースを使用しており、それぞれエバラ食品工業、健康マヨネーズが製造している。モスバーガーでは、ハンバーグではなく、直火焼きの鶏の一枚肉を用いた、テリヤキチキンバーガーを販売している。 鶏肉の照り焼きを用いたサンドイッチは日本サブウェイやドトールコーヒーなどで販売されている。また、マクドナルドの商品照り焼きチキンフィレを揚げたチキンパティを照り焼きソースに潜らせたものなのでこれには当てはまらない。ありがとうございます。